今回は神の呪術第212回で多聞天様が勝負に勝つエネルギー、財運・金運を招くエネルギー、うざいやつを消し去るエネルギー、この3つを送ります。それで多聞天様ですが、この方は毘沙門天様とも言いますが、日本ではお一人で祀られるときは毘沙門天様と言い、四天王として祀られるときは多聞天様と言います。そして四天王の中で最強の神様です。また常に仏が説法する道場の守護にあたり法を聞くことが多いため多聞天様と言います。ご利益は戦勝祈願、開運長久、商売繁盛、財運、金運、心願成就、百難少女となっています。それではこれから多聞天様にエネルギーを送ってもらいますが、まず最初は勝負に勝つエネルギーです。終わりました。次は財運・金運を招くエネルギーです。
終わりました。次はうざいやつを消し去るエネルギーです。終わりました。